レッドアロー秩父秩父は、西武鉄道が、池袋駅、所沢駅西武秩父駅間で運転する、特急列車の名称。2020年現在は、小手差し車両基地所属の、ラビュー001系によって運転されている。なお、本校では、以下の池袋線系統3列車及び、各種臨時特急列車も合わせて開設する。 全列車とも座席指定制で利用には特急券を別途購入する必要がある。列車号数は下りが奇数、上りが偶数となり、秩父、武蔵同士で発車順に不満される。秩父1969年から池袋駅西部秩父駅間で運転。列車相性は埼玉県秩父地方の秩父から、秩父地方への観光客輸送や埼玉県西部の 通勤客輸送を目的としている。武蔵1973年から池袋駅反応駅間で運転。列車相性は、かつての日本の両政国で、現在の東京都や埼玉県などに相当する武蔵国の武蔵から、主に埼玉県西部の通勤客輸送をターゲットとしたホームライナー的役目を担う。運行外共同上当時は、 平日に往復、休日4往復で運転開始。その後ダイヤ改正によって増発を繰り返し、現在に至る。2001年から2010年に7回実施されたダイヤ改正のうち6回で増発及び、武蔵の運転区間延長に伴う秩父化が行われた。2018年3月10日改正より以下の形態で運転されている。 平日度休日ドーム、スタジアムエクスプレス HM の1万稽古武士1969年から1973年の休前日に、池袋駅西部秩父駅間で休前日に運転。奥秩父、奥秩父の愛称は、運行形態が異なる二つの列車に使用された。このほか、後述の臨時列車にも使用されている。武蔵加古には、新宿線で、 武蔵を名乗る列車が運転されていた。三里トレーンローズエクスプレス電車フェスタ号、奥秩父西部トレインフェスティバルの臨時特急2014年と2015年に、横瀬車両基地の公開イベントに合わせて、臨時特急が運転された。臨時夜行特急2015年より、西部トラベルによる秩父絶景ツアーの一環として、西部秩父駅へ向かう夜行列車を運行している。 ツアーは、三部神社での雲海、星空干渉などを目的とするもの。なお、蒸気の他に類似する形態を持ちながら、定期の特急を利用するツアーも開催されている。001K の新宿線、池袋線臨時特急団体臨時列車1万、K の、小さな旅表示小さな旅、水木七スマイルギャングリスナー向け団体専用列車。 メイドトレインラッピング車による臨時列車ラブライブサンシャイン西武鉄道プレミアムトレインツアー歴代の使用車両左から5000系1万系001系秩父池袋駅所沢駅入間市駅半能駅横前駅西武秩父駅武蔵池袋駅所沢駅入間市駅半能駅ドーム池袋駅 所沢駅、西武球場前駅5000系区波55031969年から1978年に使用された、秩父、愛称版、奥秩父伝承式愛称版平日マイター、と休日13時開始、14時開始、17時開始、18時開始2014年のオールスターゲーム当日は、西武球場全校のみ2本運転予定だったが後に、 池袋業も日本運転に変更2011年までのファン感謝の集い実施日を除く。夜通し運転されているわけではないので厳密には夜行列車とは言えない。もともと奥秩父の愛称は1969年の西部秩父線開業時に設定されたハイキング急行奥秩父が外なる。後に停車駅設定の違いで奥武蔵も設定された。 反応駅異性で、奥秩父が一部駅のみ停車、奥武蔵が各駅停車。AB 秩父川瀬祭りのものと異なる。ただし券売機には、練馬駅の駒がある。拳は18日から2005年の土曜日のみ、西部新宿発着列車名のリダイレクトカテゴリー、武蔵に関するカテゴリー、奥秩父に関するカテゴリー。ありがとうございます。